はい、どうも、やすです。今回はですね、ニューヨーク在住のコウジさんという方と、対談音声を取ってます。じゃあ、コウジさん、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、変な感じやわ。そうっすね。まあ、コウジさんとはですね、去年マレーシアのジョホールバルっていうところに、はい、みんなでビジネス合宿行った時に、知り合って、で、ニューヨークに住んでるっていうことだったんで、今私はニューヨークに移り住んだわけなんですけども、それでコウジさんと対談音声を取らせてもらってると、そういう感じですね。はいはい。コウジさんの、軽く自己紹介をしてもらってもいいですか。はい、はい。僕はちょっと人と違ったキャリアっていうか、なんですけども、まず、ミュージシャンをやっていますと。ジャズギタリストをやってて。かっこいいっすね、いきなり。いやいやいや、その、響きはね、響きだけなんですけど。で、それが割と僕のメインというか、表の顔というか、別に裏では、表裏はないんですけども。なるほど。その小さい時からギターをやってて、10歳からやってるんですけど、で、音楽大学を卒業して、で、何年間か、僕は大阪出身なんですけど、大阪でプロので活動してて、で、ニューヨークに23歳の時に来たっていう感じなんですよ。かっこいいっすね、もうその時点で。いや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 。響きはね、響きだけなんですけどね。なるほど。うん、で、今はそのネットビジネスというか、情報発信情報発信やってる。そうなんですよ、そうなんですよ。最初にまず音楽の仕事をして、で、情報発信ビジネスっていうのは、後から始めたっていうことですね。そうです。なるほど。うん、だから割と今はそのビジネスとその、ジャズっていわゆる芸術の分野なんですけど、その芸術と一番離れてるところがやっぱビジネスだと思うんですよね。で、その2つをなかなかやってる人って僕の周りもいなくて、話も聞いたことなくて。確かに。うん、だからなんで僕がちょっとその変わったキャリアっていうか、人とはちょっと違う面白いことっていうのは、その一番かけ離れたところをやってるっていうところかなっていうところだと思うんですよね。なるほど。そういうふうにその音楽とだいぶそのかけ離れたことをやってみようかなって、そういう理由でネットビジネス、それ入り口じゃないんですけど、なんか昔から僕一番初めになんか読んだ本っていうか、大学の生の時に読んだ本が音楽の理論書じゃなくてビジネス書やったんですよ。だから昔からなんとなくビジネスっていうのが好きで、なんかその起業家の人たちの名言集とか、なんかそういう人たち、割と自己啓発に近いようなニュアンスっていうか、なんかその人が言ってる言葉とか、なんか人生に対する向き合い方みたいなのがすげえかっこいいなって思ってたんですよね。だから僕はその音楽の理論書をめくる前にまずビジネス本とかを読んでたんですよ、ね。なるほど。だから昔から潜在的に好きやったっていうのがあるんですよ、ね。そうそう。で、どっかでタイミングでなんかやりたいなっていうのはずっとあったんですけど、音楽がずっと忙しかったっていうのもあるんで。なるほど。そうなんですよ。で、今はその情報発信ビジネスによって、得られる収入によって、ニューヨークで悠々自適と悠々自適か分かんないですけど、ちょっと言い方を尖ってるんですけど言い方がすげえ悪意あるんですけど。いやまあでもそうですね、困らない程度にっていうか、いや、いいですね、やらせてもらってるっていう。なるほど、なるほど。そのコウジさんが23歳の時に、ニューヨークに移住されたわけじゃないですか。はい。それはそのきっかけとか、その辺の話を聞いてもいいですか。ああ、はいはいはい。なんか僕がずっと、その大阪でやってて、一通りのその音楽のシーンを見たんですよね。もうすでに23歳の時に。見たっていうか、そのなんか狭いので、別にそんなジャズの業界ってすごく狭いので。どんな人がいてとか、どんなぐらいの収入でとか、どれぐらいの生活水準で、どれぐらいの音楽レベルでとかって、いろんなことを見たときに、僕も20年ここで頑張ったら、あの人みたいにすごいプレイヤーになれるんだって思ったんですよ。思ったんですけど、なんかその瞬間に同時に、でもなんか知らんけど生き方に憧れないなと思ってしまったんですよ。
20年後自分がああなってると思った時になんか全然ワクワクせえへんなっていうのがあったんですよね、はい、なんかそれってあれですね、うん、あの俺もそのサラリーマンの時に、はいはいはい、あの、まあ、20年後の姿というか、うん、その例えばその自分の部署の課長とか部長を見て、うんうん、あんま憧れなかったりする、うんうんうん、てかそういう人、そういうサラリーマンって多いんですよ、はいはいはい、なんかそれとちょっと似たものを感じたんですか。そうですね、はい、なんかそうやって自分の将来がこの延長線上で続くんだっていう視点ってすごく大切だなと思ってて、はいはい、でまあもちろんそんなことその23歳の時の僕はその言葉にはできなかったんですけど、はい、なんかちゃうな、なんか思んないなっていうだけやったんですよね、はい、でお前ジャズやってるんやったらニューヨーク行ってみたらって友達にある日、はい、その一緒にあのスーパー銭湯に行った時に、はい、あの言われたんですよ、はい、でそんなこと思いもしなくて僕がニューヨークに行くんだって、でもあほんまやなって言ったら行ってみるわって言ってマジのそうなるんですね、マジのめっちゃ軽いノリで、あじゃあまあそうやな、あの YouTube とかで見てる人が目の前で演奏してんの聞けるんやったら行ってみようかな、あそんな軽いノリだったんです、そうなんですよ、で3ヶ月行ってみたんですよ、あ、はい、でもそこが割となんか僕の人生を変えるそのポイントになってるっていうか、そこで僕は割と大きな決断をしてるのが、はい、家を解約したんですよ、あ大阪の家、大阪の家を、あ、3ヶ月の家賃払ってられないですから、あなるほど、うん、当時もう全然お金もなかったですし、でまあでもなんとかなるやろなと思って3ヶ月ニューヨークに住んでみたんですよね、はい、そこでガラッと僕の人生が変わったっていうか、そこでなんか自分の中での基準がガッて上がったんですよね、はいはい、うん、あ世界ってこんな広いんだっていうところもそうだし、あこうやって生きてる人がいるんだっていうなんか生き方の基準がガッて上がったっていうか、こんな考え方で生きていいんだとか、なんか街のその全てのクオリティに対し、はい、とか質、はい、その多様性、はい、いろんなところでやっぱニューヨークってぶっ飛んでるじゃないですか、はい、あそうですね、うんうん、それは感じますね、ヤスさんもこう住まれて分かると思うんですけど、はい、で自分のこうタガがガッと外れた瞬間というか、あこんな感じで生きていいんや、めっちゃワクワクするやん、あめちゃくちゃ未来見えるやんっていう、ここで20年俺は頑張りたいわって心の底から思ったんで、なんかそれをきっかけに、およしじゃあ俺この町に住んでやったろっていうふうに思ったんですよね、なるほど、そうなんですよ、うん、やっぱでもそれだけこうなんていうか人を変えるような、うん、なんかエネルギーみたいなのありますよね、あるっすよね、なんか俺もあの24歳ぐらいの時に、はい、あの大学院卒業する時の卒業旅行でニューヨークに初めて来たんですよ、うんはいはいはい、でその時に、うん、あここニューヨークめっちゃええやんって思って、うんうん、いつか住もうって思って、うんうんうんまあ、今あの夢叶ってるじゃないですか実現したっていう感じなんですけどうんうん、うんまあ、だからそれぐらいなんかニューヨークってこう人を引きつけるものがありますよね、でもその、まあ、3ヶ月の、うんまあ、当初は3ヶ月の予定だったわけじゃないですか、はいはい、そうなんですでそれで、まあ、今もう5年ぐらい住まれて、うん、今そうですよ6年になります6年、はい、長いですそれであのどうでしたその簡単にそう住めるもんなんですか、あの全然簡単じゃなかったんですけどいろいろ苦労話もいろいろ苦労話もあるんですけど、はい、なんかあのまずその僕は海外で住む上で、はい、絶対誰もが、はい、その通らなくちゃいけない避けて通れないものが3つあると思ってて、はい、それがまず英語ですよね、はい、そうですね、でもう1つがビザ、はい、でもう1つがお金、うんそうですね、やっぱニューヨークですから物価高いですか、物価むちゃくちゃ高いですから、はい、だからこの3つをとりあえず抑えることが海外で住む上での土台作りだと僕は思ってるんですよ、うん、あなるほど、うん、でここを作るのに僕は4年ぐらいかかったんですよ、あマジで、なるほど、うん、なのでなんか全然音楽しに来てんのに音楽できてない自分とか、はい、その生活に追われてとか、なんか人間関係作るのに追われてとか、はい、いろんな環境の違いに追われてとか、そういう自分の中でいろんなこの大変な思いはあったんですけど、はい、うん、そうでもなんかそれを超えてまでなんかやりたいと思えることがあったというか魅力があったというか、なるほど、うんうん、いやでもそれは分かりますよ、うん、ここに来ると、うん、なんかこう実感せざるを得ないじゃないですか、そうですね、はい、
やっぱネットで見てるだけと、うん、こう実際来てみて、うん、こうなんか街を歩いたりとか、うんうん、人と話したりするだけで、うんうん、全然違いますよね。そうですよね、はい、そうそうそう、本当体感するってこういうことだなっていうのが実際にやってみるとすげえ感覚に落とせるっていうか。そうですね、うんうん、そうそうそう。で、まあ、さっきの話でその、はいはい、英語に関しては、はいはい、まあこれ聞いてくださってる方も、うん、多分英語を学びたいとかいう人も多いと思うんですけど、なるほどなるほど、うん、どんな感じでその自分の英語力を、うん、上げていったんですか。あ、ね、これはやっぱりね、たとあそのなんか巷で言われてるような、はい、じゃ1年海外に住んでたんだからペラペラですよねみたいなあるじゃないですか。ありますね、ああいうなんかしょうもないやつ。まずまああれは間違いっていうのは、まあまあこれ聞いてくれてはる方みんなわかると思うんですけど、まあ1年じゃ絶対無理ですよね、うん、僕は3年ぐらいかかると思うんですよ、リアルな体感として。そうですね、そのまず何を言ってることを言ってることがわからないところからスタート。でもコーヒーすらオーダーできなかったので、でもそのまあ僕は1年半はじめ学校に、英語の学校に行ったんですけど、僕自身全然学校で学ぶタイプちゃうやんっていうのが思いっきり分かったんですよね。だからもともと英語あの日本においても、うん、その高校とか、はい、あんま授業をちゃんと、ま、真面目に受ける感じじゃなかったんですよね、残念ながら。なるほど。なので僕はその、まあ、同じその業界の、はい、ミュージシャンと一緒にその喋ったり、だから共通のそのものがあったから良かったんですよね。で音楽ってやっぱその言葉いらないじゃないですか。あ、うん、さらっとかっこいいこと言いました。あのでも仕事するにはいるんですよ、これ気づくんですけど途中で。途中でいるんですよ、仕事取るに英語いるやん。あ、なるほど、うん、途中で気づくんですけど、うん、そうそうそう、だからなんかそういうのがあったから僕は割とその、はい、友達作ったりだとか、はい、共通 の、 その仕事とか趣味みたいなものを通してだんだんコミュニケーションしていって、あ、うん、確かにその英語を、はい、あの身につけるようになったってその友達を作るって大事だって言われるじゃないですか、はいはいはい、でその時にその何も共通点がない人と友達作り、うん、するって難しいじゃないですか、はいはいはい、そうなった時にやっぱ、うん、なんか同じ趣味持ってるとか、そうなんですよ、同じ仕事してるとか、うんうん、やっぱりだから共通点を持つ、うん、友達を作るっていうのが、うん、そうですね、大事ですよね。うん、だから日本好きの人見つけるとか、はい、もうそれもめちゃくちゃありだし、うんうん、で自分から寄せていく、なんか君の国のことをもっと知りたいとか、あ、うん、そうですね、そうなんですよ、そういうふうにこっちからもなんか興味を示していかないと、そうなんです、そうなんです、はい、なかなか仲良くなれない、そうなんですよね、はい、で僕は割と人見知りのタイプだし、ヤスさんと違って、いやいやいや、俺もそうです。あ、そうですか。あのなかなかやっぱり自分から話しかけにくかったので、はい、うん、あれだったんですけど、でも今ではもうあれですよね、うん、カフェの店員と仲良く談笑するみたいな、はい、談笑できてましたかね、わかんないです、コーヒー頼んだだけですけど。いやいやいや、うん、でもこっちってなんかすごいフレンドリーに話しますよね。そうですね、それはあるっすよね、うん、うんうんうん、そうそうそう。あと僕がやった英語の勉強法でいいのが、はい、あの映画丸一本コピーする、はい、完コピするっていうのがあって、あの、まあ、英語で大切なことってリスニングとスピーキングとライティングって言われるじゃないですか、はいはい、この3つを同時に学べるのが、はい、映画を丸一本コピーすることだと思うんですよ。これミュージシャン的な勉強の方法かもしれないんですけど、あの僕たちってレコードを丸一曲同じように弾けるように完コピしたりするんですよね、耳で取って弾くっていうこと、それをなんか英語に応用させた方法やと思うんですけど、耳から入るから確実に発音良くなるんですよ、うん、なるほど、字幕消して耳で取って書くんですよ。じゃあ書くことによってライティングの勉強になるじゃないですか。でそれを発音、その人のモノマネして発音することによってこのスピーキングの練習になるじゃないですか。でそれ聞き取るから、それリスニングの練習になるじゃないですか、はい、で後からその字幕で答え合わせしていくんですよ。あ、なるほど。でそれをその字幕、その一センテンス、一文章一文章を分からんとかあったら調べる、はい、っていうことをやっていったら、例えば30分とか短いものでもいいと思うんですけど、はいはい、1個を徹底的に掘り下げてやったら、あのそれだけでめちゃくちゃ伸びるよ。へえ、うん、ちょっとこれはいいこと聞きました、うん、これはいいと思います。しかも自分の好きな映画とかだったら、うん、そう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 、あの、まあ、飽きずに、そうなんですよ、興味を持って勉強できますよ、ね、そうなんですよ、
うん、なるほど、そうそうそう、だこれ結構おすすめですよ、英語これおすすめらしいです、おすすめですこれで一気に伸びるよっていう、うん、伸びますねこれで、うん、なるほど、うん、3ヶ月ぐらいかかりますけどね、あ1本でも、うん、あそうですよね、ちゃんとやろうとしたら、そうですそうです、全部ね真似するわけですから、ね、うん、なんかその英語学習者によくありがちなのが、うん、はい、なんかそのフレンズ見ましたとか あるじゃないですか、あ、はい、あります、フレンズを聞き流していますっていうタイプ、 あれは全然ダメで、はい、1個を徹底的にやった方がいいんですよ、なるほど、うん、そうそうそう、浅くやるんじゃなくて深くやることによって隣に行った時もその深さまですぐ行けるんで、あ、うん、掘ることが大切、全部をこう浅くやってても、うん、あの結局身につかない、そうなんですよ、そうなんですよ、これはもちろん僕の分野で言ったら音楽に対してもそうだし、これ受験勉強とかもそうだろうし、はい、でビジネス勉強すること時にもそうだろうし、はい、あらゆるその物事を身につける習得するってなった時に、はい、この考え方って必要だと思うんですけど、その物事を掘り下げるスキルを早い段階で身につけようやっていう、うん、なるほどなるほど、うん、それがあるとねすごく同じとこまで行けますね、あ、うん、なんか一つのことを突き詰めて、そうです、一個でいいと思うんですよ、その掘り下げる分野っていうのは、はい、自分の得意なこと一つでいいと思うんですけど、そこまで掘り下げた人っていうのは、はい、なんか全く違う分野行った時も同じ深さまで行けるんですよ、はい、あ、うん、そのある分野のスキルを徹底的に磨く、磨いた経験っていうのが、うん、他のスキルを身につける時に、そうそうそう、めちゃくちゃ生きるんで、そうそう、一個自分の何か、はい、得意分野、得意分野を掘り下げると、はい、うん、そうそうそう、それってもしかしてこういうことかなっていうことを英語で使えるんですよ、はい、音楽、僕の場合やったらジャズで置き換えたらこうやんな、はい、あっていうことは英語で置き換えたらこうやんなっていう、はい、このなんか水平に移動していくような感覚、うん、なるほどな、これだいぶ短縮できるっすね、いろんなことが、うん、確かにそうっすね、うん、まあ、俺の場合もナンパやってきて、うんうんうん、でそこでそのスキルアップした経験っていうのは、はいはいはい、ネットビジネスやるときも、はいはいはい、結構生きたりしたんで、そうっすよね、はい、うん、そうそうそう、うん、まあ、そういう意味で一つの分野を徹底的に掘り下げまくる、掘り下げると、うん、なるほど、うん、そんな感じで、そんな感じで、まあ、いろいろ、はい、話してきましたけど、はい、まあ、浩司さんの、うん、あのまあ、紹介と、はい、まあ、ニューヨークに、はい、まあ、来た時の話とか、うん、あと、まあ、英語の、うん、効果的な学習法っていう、まあ、すごいいい話が聞けたところで、はいはい、まあ、一旦この音声はここで終わりにしようと思います、はい、OK です、はい、じゃあありがとうございました、はい、ありがとうございました。